だよ。別に話しながら歩いたって速くなるわけじゃねえだろ。何かあったか？なんだろうな。怒られてえのか？なんで怒ったふりしなくちゃならねえんだよ。あのよ、なんでもねえよ。それよりマリコのはなんだよ。ちょっとな。いいか、俺たちのそばから離れるなよ。出てきな。そばにいるんだろ。さすがは七星子、目と耳だけはいいようですね。ふざけんな。こそこそと後を嗅ぎ回るような奴らに
言われたくねえぜ。さっきから後ろをついてきたのはお前か。マリコ、マリコを返せ。ごきげんよう、マリコ。今日はあなたをダッシュするために来たのです。一緒に来てもらいましょう。ここは俺たちが何とかする。マリコは隠れてる。そんな矢では僕は倒せませんよ。お前の相手はこっちだ。マリコ、下がってよ。一対一では分が悪いようですね。シュラ、下がりなさい。やだ。俺はマリコを助けなくちゃ。シュラ、聞きなさい。マリコはあいつらに騙されてるんです。俺助けなきゃ。わかりました。その代わりマリコには手を出さず七聖子だけを倒すんですよ。気づいてるか。こいつら変だぞ。ああ、マリコを狙っておる。命を奪う気はないらしい。やっぱなんとかって術のためみてえな。なんとかの術？何を言っているのですか。
知らぬとは言わせん。孤独の術を使うつもりなのだ。孤独、さて何のことかは分かりませんが、いい機会です。知っていることをすべて話してみましょう。ええか、お前らの方が知ってんじゃねえのかよ。マリコ、待ってて。すぐに助け出すから。危ないから少し離れてろ。なるほど、考えたものですね、マリコ。しかし命を奪う気はありません。傷つけないつもりもありません。ねえな、マリコ、俺から離れんじゃねえぞ。やはりマリコが近くにいたのでは不利ですね。
け惜しみか。仕方ない、ここは引きましょう。なんとかなったな。大丈夫か？いや、俺の方こそマリコがそばにいなかったら、やばかったかもしんねえな。助かったよ。大丈夫だ。それよりマリコこそ大丈夫か？とどめはさせなかった。逃げられた。それより急いだ方がいいみてえだな。タキコとウルキと早く合流した方がいいぜ。そうだな。マリコ、休みなしで悪いけど先に進むぞ。おそらく第五教団の仕業だろう。だろうな。それよりタキコとウルキはまだみてえだな。何やってんだあいつら。てか、あの男女がそばについてんだ。大丈夫だって。時間がないからといって俺たちだけで乗り込むのは危険だ。もう少し待つことにしよう。どこか平気そうな家で休もうぜ。こういう状況だ。貸してもらうと考えればいい。
そうだな。匠が巫女とウルキを襲っている可能性もある。やっぱ自分の世界に帰るときは匠も連れて帰るつもりなのかよ。外を見てくる。俺はちょっと弓の手入れをしてくる。脅かすなって。タキコたち、おっせえなーって。やっぱ俺も外を見てくる。なんだよ。俺は逃げてなんかいねえぞ。ただ昨日のことは自分でもどうかしてたと思うし、マリコはいつも通りだし、マリコが怒ってんじゃねえかって。昨日のことは悪かった。すまん。俺は悪いと思ってねえぞ。だけどマリコの気持ちを確かめないで。怒ってねえんだな。おおう、ちょっと
あいつらが来る前にこの辺りの見回りをしてくるな。マリコは家の中に戻ってろよ。